はいどうも、ショイティミでーす。いい了解です。はい、お願いしまーす。はい、本日はですね、何ですか？また、グローブ紹介です。何個グローブ持ってんのよ。これでラストです。我慢してください。本当にこれ、本当出し終わったら、俺らのネタないからね、マジ。作りますか？ネタ作るしかない、外で撮影するしかないですから、はい、本当グローブ今全部、とりあえず出してる状態で、はい、ちょっと興味があるグローブがあれば、僕これ、興味ありますとか、あ、同じの持ってますとかね、言ってもらえると嬉しいですよね。はい、で今回はなんかすごいレアな、レアというか、世界に一つだけのオーダーグローブ。オーダーっすか。はい、いいっすね。それはオーダーもらえないや。まあそうっすね、どう考えても。オーダーもらうのやめとくわ。他もらおうとすな。で本日ご紹介するグローブ、それがこちら。はい、というわけでカラフルすぎんか。そうですね、いや全般的に全部カラフルなのかな、全部やばくない。これ一個一個ご紹介していただきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、というわけでまずはそのね、着てるウェアですか、紹介するのは今日は。いや一緒なんですよね。一緒っすよね、色はね、一緒っすよね、はい、どっちかわかんないグローブが。まずはこちらです。はい、なんか見たことあるの、これグロムです。グロム、はい、というね、大井チャンネルでもよく出てますね。はい、はい、こちら小柳スポーツとか野球工房ナインさんでやってるのは知ってます俺。はい、はい、どこでオーダーしましたか。小柳スポーツさんです。やっぱりね、はい、だと思ったね。去年の年末に注文したんですけど、本当は納期が早いで有名なグロムさんなんですけど、コロナウイルスのせいでちょっと納期が遅れてて。なるほど。3月頃にやっと届いたっていうグロムです。届いたと同時に緊急事態宣言で野球ができなくなったってことでプレゼント企画ですか。じゃオーダーを、オーダーをきつで、どういう特徴のグロムですか、はい、これは。あっさいです。なんかあなた浅いグローブいっぱい持ってない。はい、いらなくないもん、そんなにグローブ。いや、どうしちゃったの。当て取りってかっこいいじゃないですか。かっこいいけど、できるの当て取り。できないです。そうそう、憧れです。こうやってね、はい、土手に当てるのってね、土手にやってこうやってね、はい、で、あとはここに折り返しがついてないグローブなので、だから浅く、ここが押せるグローブ。なるほどね。さらにはこの前の辻閉じじゃないんですけれども、2本ヒンジが入ってるのでポケットがかなり広くなるグローブになります。すごい。へえ。このデザインはどうしたの。親指部分が片押しレザーになっていて、こちらだけ別途でちょっとお金がかかってしまうんですけれども、それでも500円くらい、1000円か1500円だった気がするんですよ。どうせだったら派手なの使いたいなっていうので。使ってますか。浅すぎて使えません。使えません。はい、僕には無理です、このグローブ。なんで試合前のノックとかで握り替えの練習するために使ったりとかしてます。はい、そしてお次のグローブをご紹介いただきましょう。それがこちら。はい、これキャッチャーミットじゃないですか。そうですね。本職はキャッチャーです。キャッチャーですよね。はい、キャッチャーミット出るのはいいことや。久々のキャッチャーミットになります。こちらはクボタスラッガーの東京支店さんでオーダーの、させてもらいました。すごいね、キャッチャーミットあるんだって俺は、はい、初めて知った。スラッガーは基本はグローブのイメージが多分皆さん強いので、内野用ね。はい、なので、キャッチャーミットあまり使ってる人いないかなと思ってオーダーしました。なんかあんま人と被りたくない感じ。そうですね。あ、なるほど。だからこそのオーダーです。なるほどね。はい、なんかね、人から聞いたんだけど、はい、野球人は人と被りたいというか、昔はねみんなと同じのがいいっていう思考だったんだけど、結局サッカーは人と違うのがいいっていう思考だったらしいよ。でも今の時代は野球は人と違うのがいいと思い出してるらしい。へえ。豆か、僕ですね。そう、昔はさ、メーカーそんななかったじゃん、全然、はい、とりあえずみんなが持ってる水のがいいみたいな感じになったんだけど、はい、今はもうたくさん種類があるから、はい、やっぱ個性を出すってことで、うん、なんか逆に僕水飲ってないんですよ。マジで。はい、じゃあ買おう。買おう。そうですね、考えますっていう感じで。はい、このミットの特徴がまたちょっと浅いミットになります。浅いの好き。キャッチャーミットに関しては元々の肩が弱いので、浅くないとセカンドのスローイングが間に合わないというか、少し座って投げなかった。かっこつけです。かっこつけか。モリーナになりたい。モリーナ。ここが普通のキャッチャーミットって3本入ってるんですけど、はい、今2本しか入ってないんです。その分まあ浅く広くなっているという。これ完全にもう自分でなんかその店頭に行って、こういう風にしたいです、こういう風にしたいです、はい、っていう風に言った。そうです。シミュレーションじゃできないよそれ。シミュレーションをしながらお店の人と色とかをここもっと変えていった方がいいかなみたいなところでコンサルまでしてもらって作りました。すごっ。これでお値段はいくらですか。3万6000円ぐらいだった気がします。3万6000円か。値段的にはどうですか。安い方です。安い方、はい、刺繍がここに1箇所と2箇所入ってての3万6000円ぐらいだったので、比較的良心的な。スラッガーグローブ自体がもともと安いので、軟式用は結構お手頃の価格なので。なるほど。はい、このなんか周りのこの
ゴールドこれ、はい、ちょっともう色が薄れてきちゃってるんですけど、襟側と玉はみがゴールドとなっております。へえ、これはこう開くと、はい、すごいこう見やすいというか、青い面があるじゃない、はい、その周りに黒いその色があって、その外側にゴールドというか、はい、クリームっぽい色のが見えるから、はい、ピッチャーは投げやすい気がします、これ非常に、はい、これ実際試合ではよく使う？何回かは使ってます。1軍2軍ですね。2軍やっぱ1軍はカムイですか？はい、あ、まだちょっとかなわないです。カムイ浅い分扱いづらいので、もっと練習して上手くなってから使えるようにならないと。なるほど、はい、わかりました。はい、そしてラストですけども、みんな持ってないらしくて、もしこのグローブ気になったらオーダー検討してみてもらって、はい、すごいいいと思いますし、モンタナスポーツさんでもやってるらしいこのグローブをちょっと紹介したいと思います、はい、それがこちらトレジャーというグローブ、はい、トレジャーアトムズグローブさんのグローブになります。これボナールでやってましたね。はい、なんか僕ん家で勝手にここでありがとうございます。やってましたね、僕ん家で勝手にね、やってましたね。ちょっとそれをちょっと紹介してもらおうかなと思って、はいはい、お願いします。一番の他のグローブと違うところというのは、なんか指当てが長くなっている点で、源田選手が昨年まではこういった仕様の指当てのグローブを使っていて、取った時にストレスが全くないというグローブになっております。ここが長くなっているので、取る時にヘリ側のストレスがなくなります。これがあるんでしょ、これ。そうです、これがストレスを与えない、はい、指は絶対上出すってことか。はい、ああ、出さない方法はないってこと。もう片付けのタイミングで出すように作ってもらっちゃってるので。なるほどね、しまえないですね、こうやってしまえないですね。はい、なるほどですね。で、ヘリ側の部分がここだけカットされてるように、で、それを上から指カバーでかぶせているような感じになります。なるほど。で、あとはもう配色ですね。普通じゃまあない配色のグローブです。そうですね、お金をかけましたね。これはおいくらだったんですか？軟式用ですか？軟式用で、4万後半ぐらいでしたね。あー、すごい。刺繍が3箇所入ってたりとかっていうのもあるので。だいぶグローブオーダーしてる中で、はい、気合入ったオーダーですか？気合入りましたね、これが一番。はい、これはどこでやったんですか？まあ、モンタナスポーツさんで。モンタナスポーツで、はい、はいはい。で、オーダーどれぐらいで届いたんですか？3ヶ月ぐらいで届きました。へー、じゃあ今頼むと来年の1月とか2月には届くかなと、ね、はい、まだ来年のシーズン始まる頃にはちょうど間に合うのかなと。そうですね、でも今オーダーしとけばもう来期最初で使えるので、はい、1月2月に届いて、そこから慣らして、そこで3月4月の開始に間に合うのかなといったような感じになりますね。いいっすね、一番のお気に入りです。はい、というわけで今回はこちらのね、3つのグローブを紹介しました。はい、はい、この動画いいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。私もオーダーしたいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生。協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん。プリントするグローブはこれプラスこちら。見ました。これ、はい、リセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンタナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Glorious light, 中途半端。